この人たちも家に帰れないんだね。それにしても芝公園って帰れない人たちが避難している場所の中ではかなり大きいね。人も多いしさ、土地の関係かもな。造成寺を中心としてその周囲を囲むようにできているのが芝公園だ。公園の中には学校や図書館、それにホテルまで建っている。人が集まるのも道理だろう。なるほどね。それに東京タワーの隣だから避難所としてここを目指しやすい。それにしてもたくさんいるね。個人じゃどうにもできないから、ただ閉鎖が解けることを待つしかできないんだ。困ってるのって私たちじゃないんだね。そうだなぁ。早く山手線の外に出られるようになってほしいもんだぜ。芝公園に集まった多くの人々を前に、正門館の神女が何かを説いている。皆さんはバベルの塔の話をご存知でしょうが、かつて人は神に近づこうと巨大な塔を築こうとして、おごりの報いとして言語の分断される試練を受けました。しかし人類は長い年月の果てに自ら人の知恵と技術でコミュニケーションの壁を乗り越えてきたのです。それはインターネットという形で我らの目の前で無限化し、今日まで人々を支え続けてきました。ですが今、人間は再び起こり、ついに神の試練は形となって現れました。この試練を乗り越えるために、今こそ人間は手を取り合い、強く結束しなければなりません。さあ皆さん、我々正門会と共に神の試練を乗り越えましょう。正門会の教祖が演説してるな。ネットによる異文化コミュニケーションはバベルの塔の試練を超えた証か。なのにまた試練が来るのかよ。まさか青山霊園で悪魔と戦ってたのが試練じゃないよな。そっか、俺の考えすぎか。だったらいいんだけど。あの子って。正門会の一覧の中にひときわ目立つ少女の姿を見つけた。少女は辺りの人々に声をかけて回ってるようだ。皆さん、今回の不運は誰の目にも平等に訪れました。辛いのは誰も同じです。慌てずに待ちましょう。互いに手を差し伸べ助け合うのです。昨夜の女の子だな。神秘的というか、よく見たら可愛いよな。よく見てないからわかんないな。驚いた。てっきりああいうのがタイプだと思ってたよ。ほーら、男子諸君、何ボソボソ話してんのよ、いやらしい。こちらに気づいた正門会の信者が近づいてきた。こんにちは、我々は正門会と申します。お時間があるようでしたらお聞きになっていかれませんか。今の技術が進み、電話やインターネットが新しいコミュニケーション手段が一般的になりました。それに伴い、この交流手段を肯定する人々の正しき生き方が重要となってきました。正門会は現代にふさわしい価値のある人間関係の素晴らしさを皆様に知っていただきたいと考えております。そうですか、残念です。ですが、よくお考えください。私たち正門会は、あまり無理にお誘いしてはいけません。これは天音様。昨日お会いしましたね。改めて自己紹介させていただきます。私は九頭竜天音、正門会の巫女をしております。そうですか、興味がありませんか。ですが神はいるのです。神はいるよ。神はいるけど、いすぎて信仰を向けてないだけの話なんだよ。そしてその声を聞くのが私の仕事です。古来より人間は己の信じるものを神、そしてその対極に位置するものを悪魔と区別してきました。しかしその基準はあくまで人間の主観でしかなく、本来は神も悪魔もとても崇高な存在なのです。あなたにも悪魔の声が聞こえているのではありませんか。姿が見えているのではありませんか。
さすがコンプを使いこなす者、悪魔の神魔の存在に身近に感じるのですね。一つお伺いしたいことがあります。あなた方は一体どこでそのコンプを手に入れたのですか。内緒です。そのコンプは猿方に聴聞会が依頼し制作していただいたものです。つまりあなたにそれを渡した人物もある程度限られてくるのですよ。例えばそのコンプに収められているプログラムの制作者でしょうか。またいずれあなた方とはお会いすることになるでしょう。では、斜め斜めさん、言いにくい。失礼します。NNMI 聞いたか？そう、それが問題だよ。聴聞会が悪魔を呼びたがる理由ってなんだろうな。神を呼び出すために悪魔を召喚するプログラムを欲しがったのか。まあ、さっきの子が言って、出た通り、神と悪魔が大して変わらないなら、話は通じるけどさ。それで呼び出した神様に何をさせるのよ。そこまではわかんねえよ。あと300ゴールドか。コボルドンぐらいなら買えるか。110でも買えるのか。うわ、そういうことか。魔力が3しかない。あれ、オグンの魔力ってどんぐらいだっけ。あー、160でよかった。え、春とバトルになってるけど。どうしたの？ NNMI。武芸館に何があるの？今何か歌声が聞こえたような。これって春の曲だよ。行ってみましょう。あやさん。いやあ、春さん。危ない、逃げて。そうだ、早くこっちに。何言ってんの、そんなことしたら危ないじゃない。しょうがねえだろ、あんなに囲まれてんだぞ。ああ、しまった、失敗したかな。ははあの人、全然焦ってないけど大丈夫なのか。バカ、そんなこと言ってないで早く助けないと。おう、ハルさん、危ないから逃げて。私たちがそいつら何とかします。いや、そんなのいいよ。自分の身は自分で。ん？電気切れか、あは。あー、これはやばいかもよ、アイヤさん。ハルさん、早く。あの人どうして逃げないんだよ。そう、こっちから助けに行くしかない。うん、早く行こう。春の死亡灯が敗北条件に追加されてるってことは、負けることもあんのか。
いや、距離が遠い。ああ、いや、充電赤になったのか。もうちょいレベル上げとけばよかったかな。雷ランブと嵐ランブを使えるようにしときたかったな。いやー、逆だったらなんとかなってたのか。いや、向こうもやばい。うわ、やば。あれ、私死んでない。なんでだ。なんでハルさんは生きて。そうか、ハーモナイザーだよ。コンプから一定の範囲にでは持ち主じゃなくてもハーモナイザーの効果が得られるんだ。いや、ラジソンがいるからこっちにバトラー任せて良さそうだ。移動して、ユズのディアで回復。ハルさん待ってて、今助けます。あんたたちは私のことなんて放っておいて逃げた方がいいよ。見捨てるなんてできません。もう少し我慢してくださいね。ああ、ありがとう。まあ、無理しないでいいから。
もう一体いた。これでちょっと相手が飛翔を持ってなければ動けなくなるから、よしこっち行ったのは助かる。あ、このメンバーの弱点、ジオが使えないんだ。で、圧力、まあいいや。勝利。ハルさん、無事で本当に良かった。どうもありがとう。あんたたち悪魔が呼べるんだね。ええ、でもハル、私たちよりハルさんの方が驚きですよ。あんなに悪魔に囲まれて悲鳴一つあげないなんて。シーケンサーが使えれば一人でも大丈夫だったんだけど、あいにく電気が切れちゃって。シーケンサー、あんたたちも悪魔使いだろ。私と方法が違うみたいだけど、私はシーケンサーに合わせて歌うと悪魔が呼び出せるんだ。え、ハルさんも悪魔を呼べるの？それでさっきシーケンサーを取り出してたのか。ってことはシーケンサーもナオヤさんが作ったのか。なおや？誰それ？これは私の知り合いから借りてる。もう半年ほど前から。そう、リーバ時代の先輩でさ、あやさんっていう人からね。まあ今は電気が切れちゃってるからちょっと動かないけど、でもやっぱり持ってると落ち着くよ。
そう言われてもコンビニでも売り切れたってさ。あ、ちょっと、端子見せて。あ、どうぞ。くっそー、やっぱり無理か。手動式の充電器が使えると思ったんだけど。ありがとう、気を使ってくれたんだね。ま、動かなくてもさ、これは精神安定剤代わりになるから。あはは、深く考えんなって。あ、ええー。それにしても半年も前から悪魔を呼んでたなんて大先輩っすよ。いやー、初めて呼んだのは1ヶ月半ほど前だよ。それでも大先輩ですか。俺たち昨日からだもん。昨日からすごいね、たった2日であそこまでとは。それからさ、君、ちょっと。春は手招きして、七海だけを呼び寄せた。うん、やっぱりそうだ。君、危ない香りがする。うふ、嫌いじゃないね。君みたいなタイプ。他の二人には聞こえない小声で、春は七海にそう言った。それじゃ、今日はありがとう。私はもう行くから、また会えるといいね。まさかあの人も悪魔を呼べるとはな。やっぱり悪魔は俺たちが知るより前からずっと東京にいたんだ。そうなるね。縄文界の人なんてずっと前から悪魔を使ってた感じだし。あ、そういえば NNMI、春の嫁は前見た時ゼロだったんでしょ。2人増えたよ。いやー、やった、やったのね。春の運命を救ったんだ。そっか。他人の余命も変えることができるんだ。これってすごくね。すごいに決まってるじゃない。ね、NNMI。あ、そっか。6日っていう余命を増やせるかもしれないよね。そうだな。望みが出てきたぜ。それにしてもさ、春はコンプじゃなくて、楽器で悪魔を呼び出すんだろう？一体どういう仕組みなんだ？ポンプとシーケンサーの共通点が悪魔召喚に必要なことか。またすぐに考え込む。そんなことは今はいいじゃん。春が助かったんだから大満足だよ。ま、助かってもそれほど嬉しそうじゃなかったのがちょっと気になるけどさ。ロック歌手特有の冷めたポーズならいいんだけど。だよなぁ。ところで、ねえねえ前、春と何を話してたの？別に。内緒なんだ。ああ、そう。どういう風に進んでいくのかわかんないけどな、この感じだと。あ、キキイモラが売ってんね。キラキラキキイモラ。いや、魔力が1高いぐらいじゃないか。残り76じゃ買えんか。